今回はまあ紹介だけになっちゃって作業がちょっとねこのスペースじゃできないので、まあ紹介だけになってしまうんですけど、まあ春のねいろいろ植え付けだったり植え替えだったりとかのまあ準備というかいろいろね買ってきました。まずねビニールポット買ってきました。まあ直巻きにしたりねセルトレイもあったりとか育苗床とかもあるので、まあこれぐらいでいいかなっていうところで、あと中古のポットとかもあるんでね少しだけ買ってきました。でまだね植え付け時期ではないんですけど、まあついでにね落花生と枝豆ですね。植え付け時期はねどっちも4月みたいです。なのでねもう少ししてから植えようかなと思います。で次にね、どれかな、これ次にねこれトゲなしタラの芽、これをねずっとずっと探してたんですけどやっと買いました。というかねずっとというか今シーズンになってから早く出ないかな早く出ないかなと探してたんですが買いました。タラの芽はまあ普通にね育てるだけじゃちょっとまあ 2,3 個とかそれぐらいしか取れないんですけど、ふかし栽培とかにするとね1本の木から大量に取れるので、まあふかし栽培とかするんであればまあ結構ね家庭菜園でもたくさん食べれる野菜なのか山菜なのか、まあそういうものだと思います。で植え付け時期がね2月から4月っていうことでもう来てますね。でトゲなしって書いてあるんですけど正確にはねトゲは出ます。なのでね子供がいたりとかトゲのある植物植えたくないよっていう方はねちょっと避けた方がいいと思います。で次ねこれジャガイモ、ホームセンターだとね袋売りしかないんで種苗店に行って買ってきました。普通のね男爵です。もうちょっと芽出しをしてから植えた方がいいかなと思います。で次が見えますかね、これ荒北土ですね。うちねメダカがいるんですけどメダカの、まあ、水蓮鉢で飼ってて水蓮もね植えてるんですよね。でまあその水蓮の植え替え用に荒北土買ってきました。で最後ねこのプランター、これちっちゃいプランターなんですけど20センチちょいあるかな、25センチ24、5センチぐらいある角型のプランターなんですけど、これはね100円ショップです。でこのプランターは以前ね牛乳パック栽培で使ったラディッシュとかミニ人参の種がまだ残ってて、そろそろねもうどうにかしないともう育てられなくなっちゃうのでプランターに植えてね一気にね育てたいと思います。で100円ショップのねこの四角い鉢なんですけど深さがねまあまああるんですよね。20センチぐらいあるので、まあミニ人参でもね10センチぐらいなんで、まあ15センチもねあれば十分足りるので全然育てられると思います。そこはねこんな感じ、まあ、排水性もそんな悪くなさそうなんですよね。ということでね今回は、まあ、春植えの植物とか植え替えの準備でいろいろ買ってみましたっていうお話でした。これからもねガーデニングだったりプラモデルだったりミニ四駆だったりいろいろね趣味の動画アップロードしていきますんでチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。